この岡田斗司夫さんを見ててね、要は人を見るためにそれを使うといいよって言ってるので、この人の見方をねここで言えたら岡田さんに勝てるなって。人をどうやって見るのか、人のこの、いや欲求ですよね、欲求の法則、欲求の4タイプですから、勝ちたいより目立ちたいが強いなら注目型なのでは。で僕もね目立ちたいだと思ってたんですよ、自分の欲求を、でもその目立つのも手段ってことですもんね。で今考えると昔から自分の人生をその視点、自分は司令型だよっていう視点で振り返ると、ちょっと納得納得そうなんですよ、はいはい、どこで自分が一番を取れるか、目立つことなら一番取れるかもしれない、はい、みたいなっていうので、そのイベントとかで、私よりも喋りが上手い人が出てくると、もういたたまれなくなるんで急に遠慮しがしますもんね、はい、もういい、僕もいいです、もういいです、もういいです勝てないんで、はい、っていう行動に出てたなっていうのが、で多分本当の注目型だったら、はい、そこでも一緒にわわってやって少しでも注目集めれればそれで OK みたいなところですもんね、その人に負けたとしても多分、岡田斗司夫さんが動画の中で言ってるのは、西野さん、はいはい、どこだと思います？西野さんはどこ、司令型、はい、はい、と岡田さんもおっしゃっていて、はいはい、要は目立ちたい目立ちたいって動画では言ってるけど、彼は常に勝ちたいしか言ってないと、ディズニーに勝つんだ、から始まり、あ、そう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 、勝ちたい言ってますよね。であとは、中田のあっちゃんどこだと思います？あっちゃん、中田のあっちゃん、大悟さん、あっちゃん、まあ岡田さんの見立てですけどね、どこですかね、あっちゃんどこだろうな、あっちゃんって、ね、まあ我々のこのストレートエニアグラムってやってたのも、あっちゃんの真似ですね、あっちゃんの真似ですねエクストリーム現代社会の真似ですねあれは、はいはいはい、注目型、あっちゃん注目型、はい、なるほど。大悟さんどこだと思います？大悟さんはどこなんですかね。大悟さんは司令型、なるほど、はい、ね、岡田さんの見立てでは、はい、あっちゃんも大悟さんも司令型だと、司令型、でなぜなら、彼ら空っぽだろって言うんですよ、空っぽかどうかは分かんない、勝ちたいしかねえんだよあいつらは、まあ、勝ちたいは分かります、っていうので、言うのをおっしゃっていて、あ、この人の見方ね、人の見方でね、そのあ、まあ面白いを勝つために使ってる感じはありますよね、はいそうなんですよ、ネルさん、他人を判断するときは当たり前だが、こちら側の見る目を養う必要がまあそれはありますね、多分分かってるよそんなことそこを聞いてんだよ。あ、みりみりさん、おはようございます。おはようございます、あ、理想型、また俺あいつはね、法則だと思ってたんですけどね、理想だったんですね。西野さんはメリメリさんは苦手と、あっちゃんは注目、あっちゃん注目、あっちゃんは司令型だそうです。あ、岡田さんの見立てで見立てでは、はい、まあ、なんかちょっと楽しそうな雰囲気はあるかなとは思ったんですよ。僕も司令型か注目型か、あ、はいはいはい、司令型っぽい感じもするけど、なんか全司令型だとあれだなと思って、あ、バランスを見てあ、ハイヌスさんも西野さんダメなんですね。へえ。僕はいいですけどね。僕もね、言ってることは至極真っ当だなと思うんですよ。ああいう風にやれば目立てるなとか思いますもん。はいはい、そうなんです、あ、だから参考に、とても参考になるみたいな感じです、はい、でだから僕はプペルを見に行くと悔しいんですよ、あ、だから、あ、言ってましたもんね、言ってました、悔しいって、あの、最後の映画のエンドタイトルで、一番最後に一番最後に西野さんをが出てくるんですけど、はいはい、あれを見た時に僕は負けたと思ったって、多分司令型の人はあの映画を見に行かないんでしょうね。理想型の人は、理想型の人は、はい、見に行ってないでしょうね。で多分あの映画の内容としては注目型な気がするんですよね。はいはいはい、はい、注目型を司令型が作った感じじゃないですか、あ、プペル、そうですね、そうですね、はい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 、情熱じゃないですか、情熱の映画でした、情熱の映画ですよね、はい、情熱の映画を司令型が作った感じですね。司令型が作って、そう、はい、金儲けに利用した。マネタイズして。はい。西野が休める券を有料で売ってますよね。西野さん、そこが無理です。そう。なんか10万円か何かで、これをもらえれば、なんかその、一日君のことを思ってあげるっていうのをクラウドファンディングで売ってましたね。すいません。そういうのを見て、あ、こういうやり方ありなんだみたいなのを僕は。
あ、僕はそうは思ってないですけど、あ、こういうことができるんだねとは。あ、有名になれば。そう、うん、それは僕も思います。多分この2人は、うん、あれでしたね、外交的価値観の方に、はい、人をどう動かすか人をどう動かすかの方にいる人たちがやってましたね、はい、うんうん、なんでその岡田斗司夫さんが動画内で言っていたのは、うん、理想型のやつが、うん、大吾さんとか中田のあっちゃんがやってるようなことをやるわけがないって言ってたんですね。なぜならその理想型の人たちは、うん、自分のことなんて誰も分かってくれないんだよ、うん、って思ってるって思ってる。ああ、そんな感じありますね。から、うん、こういう分かるよねってやるわけがないって、うんうんうん、有料サロンを開く人は全員指令型かもしれないと、うん、いつかやってたらすいません有料やりませんけど、あ、やりませんというか、うん、なんか YouTube でメンバーシップってあるじゃないですか、はい、うん、あれってサロンみたいな話ですか。サロンみたいな話です。なるほど、うん、西野さん見ると頼りたいという気持ちになる浩太さんは、なんか憧れの法則が発動してますね。だから僕も分かります、その頼りたい気分あっちゃんとかあ、僕は負けたのと、うん、利用できないかなはあるんですね。利用できないかなはあります。だから体調が、うん、なんかサロンメンバーにちょっとだけ入ったじゃないですか。今も入ってますよ。あ、なるほど、はい、でサロンメンバーがちょいちょい来るから、あれはあれでいいんですよあ、はい、なんですよ、はい、っていうのをやった時に、うん、西野さん来ねえかなと思ってるんですね。西野さんはサロンメンバーのところに行くよって話ですもんね。そう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 、全国行った時に、うん、そういうのはあります、うん、で別にこう注目型から指令型は別に嫌じゃないじゃないですか。そうですね、うん、あいつらはこうしっかりやってるからそうやって見てる、はい、そうだからこう、あ、すごい参考になるなみたいな感じで見てる、はい、僕はこうなんか情熱だけでしっかりやってない、はい、いやなんか多少プペル見に行って、はいはい、ニストさんのやつが出た時に、うん、負けたと思わなかったんですか。思わないですよですね。で、まあ、あれはだから情熱の映画じゃないですか、うん、映画の内容は、まあ、僕はそうは撮りませんでしたけど情熱を持って行ってる子供、ね、諦め夢を諦めなければっていうのは多分情熱の人なんですよ、はい、うん、だからそこに対しては情熱、おほん同じことを思ってるみたいな僕は畜生畜生と思いながら、うん、っていうのはこう勝ち負けで考えてるからですよね。っていうのは、うん、納得はすごい不落ちはしてます、うんうん、有料サロンは詐欺師の常套手段ですよね、うん、申し訳ないですが鴨頭さんとかと同じ匂いがします、うん、まあその、はい、でもまあ何でも一緒じゃないですか。一緒、はい、アップルも課金ですよ今はね、サブスク、そうですね、全部そうですね今、うん、でも詐欺ってなると、はい、なんか対価が合ってないみたいな感じですよね。でも、まあ、僕の判断、対価が合ってる人にとっては、うんうん、有効なサービスですもんね、うんうん、でまあ鴨頭さんは僕は一回会いに行きましたけどね話すスクールですね、うんうん、話し方の学校の体験入学に一回行きました、うんうん、で会って一緒に写真を撮って、うん、入りませんでしたけどね。ああのイエーイってやった、イエーイってやって一緒に写真を撮って帰ってきました、はいはい、っていうところからも自分はもう本当注目型だと思ってたんですけどね、うんうんうん、はい、勝ち負けはあまり気にしない文也さん、自分の作品を作るなら評価云々ではなく自分の納得いくものの方が良いという私はやっぱり理想かも。なるほど、理想多いですね。なんかここは理想多いですね。多いかもしれないですね、うんうん、申し訳ございません。僕はまああれですもん、英雄になりたい聞いてないっていうのが多分注目型、勝ち負けじゃない、おっしゃってましたね、うん、おっしゃってましたね。そう、僕はどうしても競争しちゃうんですよね、うん、西野さんは毎週キングコングを見て相方への優しさもあると、うん、まあ、西野さんはそんな感じ雰囲気はしますが、はいはいはい、うん、真意は分かんないですよね。梶原さん大事って利用してやろうまでは思ってない。でも指令型だとするじゃないですか、はい、指令型じゃないですか、ね、だからといってこう、はい、みんながこう養分だとは考えてないですよね。あ、もう僕はむしろ仲良くしたいと思ってます。仲良くしたい、はい、なので、まあ、そういう、まあ、そこからこう飛び出ると、はい、勝ち負けが全てになると、はい、こう人とのつながりとかなんかもう全部養分みたいな感じに考えるかもしれないけど、はい、そこまで飛びなければ多分普通なんですよとは思います、はい、だから理想型も理想でこう突き詰めちゃうと多分そういう感じですよ。でこういう僕が喋ってる姿を見るので、うんうん、あ、この人はこの
理論的に理屈的に話せる人だ、うん、っていうのでこのあそういうとこがあったんだ、うん、今パッときたのピンときたのは、はいはい、あひろゆきさんとか動画で見る人たちみたいに、うん、ペラペラペラって理屈っぽく話し始めるので、はい、ああ同じ箱ねってポイって僕は体調法則型とか理想の方にポイって置いたんですけど、うん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 ちょっと違ってましたね。僕は何だろういい人になりたいんですよ。もやっとしましたね。あそうなんかこう注目されて目立ってすごい称賛を浴びたいというよりも、はい、いい人になりたいんですよ。賢者賢者賢者仙人、はい、ちなみに賢者っていうのは法則型の頂点のとこでしたね。、うん、か頭がいいじゃなくてこう何だろうみんなに慕われる、あで仙人みたいな感じですね。そうすればなんか困ってもみんなが助けてくれる。ユートピアですね。そうユートピアっていうかあそういう感じなんですよ。なんか困ったらみんなが助けてくれて何かやりたいって言ったらみんなが助けてくれて関羽とか張飛とか孔明とかがこう集まってくるんじゃないか。劉備玄とかですね。はい